ジルマイナス -157 は1950年代末期からソビエト連邦のジルによって製造された2.5トン6六輪駆動の多目的軍用トラックである。ソビエト連邦においては1958年から1994年までの長期にわたり生産が続けられた。ジルマイナス -157 は1947年から1958年に かけて製造されたジスマイナス百五十一トラックを改良したもので、ジスマイナス百五十一からの変更点は、フロントグリルと幅の広い扁平タイヤを使用し、後輪がダブルタイヤからシングルタイヤになった点である。ジルマイナス百五十七は、ジルマイナス百三十一と、ウラルマイナス三百七十五 d シリーズによって置き換えられるまでの間、ソビエトの標準的なトラックとなり、 ギャスマイナス66と共にソ連地上軍の標準的トラックであった。最初の生産型であるジルマイナス -157 は1958年から1961年にかけて製造された。1961年になると走行装置、変速機等の改良を行ったジルマイナス -157K の生産が始められた。百七十八年には生産工場が ウラル自動車エンジン工場に切り替えられ、ここでの最終生産型は、ジル -157KD と呼称された。ジル -157 は、様々な派生型が開発された。例えばトラクター型のジル -157V や、BM-13、BM-24 多連装ロケットランチャーを搭載した車両、P-15 防空レーダーを搭載した車両などで、ある。 ジル -157V は、汎用トレーラーのほか、SA-2 ガイドラインチ対空ミサイルの、牽引にも使用された。中国人民解放軍は、ジル -157 をコピーして生産された CA、CA-30 トラックの運用を行った。また、装甲兵員輸送車の BTR-152、バジス -151 及びジル -157、15 の車題を利用した総輪走行車である。ありがとうございます。